モットーとは、文章意識の中に描かれる単語や短いフレーズのこと。その起源は、戦場に置けるときに遡る。モットーは、様々な言語で書かれるが、ラテン語で書かれることが、最も多い。国家全体のモットーは、その国の言語で書かれるのが、普通である。インファンタード公爵位文章。その内部に、アベニュー・マリア・グレーシア・プリーナを刻む。 紋章学において、紋章の中に描かれるモットーは、通常シールドの下にある、スクロール上に描かれるものであり、クレストの上に描く場合は、スコットランド様式とされる。イングランドの紋章体系では、モットーは縦に描かれた紋章とともには授与されず、自由意志により採用、変更することができる。他方、スコットランドにおいてモットーは、 エスカッシャンやクレストのように世襲されるものと考えられており、紋章授与や登録の際には必ず言及される。また、その変更に際してもロードリオンキング・オブ・アームスの再任がなければ許されない。モットーの紋章における位置には例外も多い。例えば、スペインの紋章ではモットーがエスカッシャンの内部に刻まれるケースもある。また、ベルギーの紋章のように、 モットーの書かれたスクロールの上にさらに別のモットーを刻んだスクロールを掲げる紋章もある。加えて、アメリカ合衆国の国章のように理面にも図柄が存在して、その理面の国字にモットーを刻む特殊な例もある。モットーに用いられる言語もまた様々である。例えば、サマセット州のモットー、スーメレッセットイは古英語で書かれており、また、 オランダに近いイングランド東部小宅地帯にあるサウスケンブリッジシャーのモットーニートゾンダーアービーはオランダ語で書かれている。モットーの多くはそれを家訓として持つ者、見る者の双方にキリスト教的な徳を報じるように仕向ける内容となっている。例えば、チャムリー公爵家のカシスツチッシマバーテスやカドガン白爵家のクイ・ーンビデー・マイナー・エストといった家訓がこれにあたる。 そうした一連の紋章のモットーも遡れば、古来の時へとつながる。以下は、代表的なモットーの分類である。リンスター公爵家紋章。モットー、クローム、A ブーが刻まれている。モットーの起源は、古来の戦場で響き渡った時の声、ブーに由来して、現在もこれを家訓として用いている例が見られる。例えば、アイルランド貴族筆頭のリンスター公爵 フィッツジェラルド家のモットーに、クローム、エーブーというものがある。この、クロームとは、フィッツジェラルド家の主要な巨城クロム城を指しており、これを勝ち時とともに用いた内容となっている。他にも、オーモンド公爵バトラー家のモットー、バトラーエーブーも、同様の趣旨のモットーとなっている。また、スコットランド貴族の類例としては、ハミルトン公爵家の、 スルーやパース伯爵家のギャングベリリーなどがあり、いずれも戦場における古来の時を採用したモットーである。さらに、カニンガム公爵家のモットー、オーバーフォークオーバーも戦場の風景を切り取った言葉である。これは戦場において熊手を持ちの農民に擬態していたカニンガム一族の者がその熊手を放り投げて変装を解きつつ逃走する瞬間に叫んだ言葉で、 この合図のおかげで、一族は窮地を脱したとされている。カーロス家の文章モットーの中には、一族の子祖による孤児を想起させるものがある。例えば、イングランド・スタフォード・シャーの旧家、ギファード家に伝わる家訓に、プロナハイリン、ティレフォートというものがある。これは、一族のソジョン・ギファードとその息子が、女性と子供に襲いかかる黒氷を言おうとした際に、 緊張する息子に対してジョンが囁いた言葉とされる。他にも、ウィリアム・カーロスを祖に持つカーロス家は、サブディティス・フィデリース・レジスイサルース・レグニーを家訓とする。その祖ウィリアムは、議会派の追っ手から逃れるチャールズに世を、ロイヤル・オークの木にかくまった人物で、その逸話を想起させるモットーが刻まれている。また、その子祖の業績をモットーとするものもある。 報道通信業の先駆者にして、ロイター通信の創始者、パウル・ロイターは、ザクセン・コーブルク・ゴータ広告より、男爵に除せられたが、以降の男爵家は、バイ・シー・アンド・ランドが、モットーとなった。サッビオネータ・クゲの紋章。紋章中にモットー、リバタスを刻み、シカ・ゴンザーガケからの独立を謳っている。モットーとしての謙虚さを脇に置き、格言を持って、 格運とするものもある。例えば、カスティーリアの名門マンリクデラーラ家の格運などは、ナンバーズノンベニモスデレース、ケレースビエネンデロスといった格言を用いている。また、ベスパシアーノ・ゴンザーガは、イタリアの名門ゴンザーガ家の冒険であったが、後に、サビオネータ公爵に除されて、自身の考量を得ると、その文章のエスカッション内部に、リバタスの文字をモットーとして刻んで、 ゴンザー崖からの独立を宣言している。カンティングモットーは、言葉遊びを含むものである。例えば、オンスロー伯爵家のモットーに、フェスティナレンテというものがある。英語に直すと、オンスロー、つまりこれは、オンスローという仮名を文章として解釈し、ラテン語に翻訳したダジャレである。他にも、レッキーのヤンガー紫爵家のモットー、ラベンティバス・ジュニア・アニスが挙げられる。 英訳すると、ヤンガーアズザイ s ーズ e y e となり、これも、ヤンガーという加盟をもじった家訓となっている。また、アメリカ連邦捜査局のモットー、フィデリティブレイブリー・インテグリティも略称、FBI のバクロニムとなっている。巡洋艦シェフィールドのバッジ、英国海軍に属する艦船及び、潜水艦は、英国空軍の部隊と同じように、 それぞれ独自のバッジとモットーを持っている。感染のモットーには、鮮明の由来となった人物や、都市のものを流用、あるいはアレンジしたものがある。例えば、戦艦ネルソンのモットーは、パルマムクイメリオイットフェレットというものである。そもそも、戦艦ネルソンは、トラファルガー海戦を指揮したホレーショネルソン提督に、ちなむ感染で、このモットーも、 提督を外するネルソン伯爵家の家訓のものである。他にも、タウン休憩巡洋館シェフィールドのモットーは、デオ・アジュバント・プレフィーシューというものだが、これは、官名の由来となった、シェフィールドの街のそれをオマージュしたものである。シェフィールド市のモットーは、デオ・アジュバント・レーバー・プロフィシットであり、シェフィールドのそれは、レーバーを除いたものとなっている。また、館のバジジも、 死の文章をモチーフとしている。ありがとうございます。